他人だろ他人。知ったことかよ。ち、またてめえか。リーガルブライアンさんよ。名門貴族ブライアン家の当主、テセアラ最大の財閥レザレノカンパニーの若き会長、威風堂々、前途洋々、勝ち組人生爆進中。ターミン様いつもお美しい。ちなみにどんな。ところが8年前、王立裁判所はリーガルブライアンに禁錮20年の実刑判決を言い渡した。罪状、殺人。被害者は名もなき女使用人、動機は痴情のもつれ。お互い気遊びはほどほどにしないとな。怖え怖え。そんな風に呼ぶな。何もかもお前が仕組んだことなのか。答えろ。巫女を器に変えるたび大義であった。褒美に最後のチャンスをやろう。今引けば私に剣を向けた比例、水に流してやっても、私があいつの動きを封じる。
あんたが決めな。おう。神の慈悲をくれてやろう。血統を管理し、マーテルの器としてふさわしい巫女を作り出す。苦難の旅を与え、巫女と奇跡の一体化を促進し、器としてより完璧な存在に作り変える。さあ、我が元へ。さて、しつけの悪い犬どもに相応の仕置きをしなくてはな。雑魚キャラ相手に何よこれ。ありえねえんだよ。君に妹はいなかったか。妹の名はエアスラスト。